エウリトス、エウリトスはギリシア神話に複数登場する人物、または巨人である。ガイアとウーラノスの息子で巨人族の一人、ガイアとタルタロスの子とする説もある。ギガントマキアーの戦いでティオニューソスがトゥルソスの杖でエウリトスを打ち倒し、ヘイラクレースが毒屋でとどめを刺した。アクトールとモーリオネーの息子でクタートスと双子の兄弟。 彼らは、モリオネーと呼ばれ、一説には、父親は、ポセイドーンとも言う。オーレノス王でクサメノスの娘テイライポネーとの間に、タルピオスを設けた。エウルトスは、クテアトスと共にカリドーンのイノシシ狩りに参加し、エイリスの武将としてヘイラクレースとも戦った。息子のタルピオスは、スパルタの王女ヘルネーの求婚者の一人。ヘルメスとアンティアネラの息子。 兄弟のエキオーンと共にアルゴナウタイの一人。エウルトスは、アルゴナウタイのイオールコス期間後、アカストスが開催した、ペリアースの総霊競技において、休日で優勝した。また、カルドーンのイノシシ狩りに参加したとも言う。メラネウスの息子でオイカリアの王、ヘイラクレースに休日を教えた。エウルトスの休日は、アポローンから授けられたという、エウルトスの弓の不死三章。 ロバート・グレーブスのギリシア神話では、エウルトスには、イーピトス、デイイオーン、クルティオス、トクセウスの4人の息子があったとする。ヒュギーヌスではピュローンの娘、アンティオペイオ妻として、息子のイーピトスとクルティオスは、アルゴナウ体であるとする。以下は、アポロドーロスに基づく。エウルトスは、彼と彼の息子たちを休日で任したものに、 娘の幼霊を妻に与えると公言していた。これを聞いたヘイラクレースは、妻のメガラーをイオラーオスに与え、自分はヨレ霊を求めてオイカリアで、休日合戦を挑んだ。結果は、ヘイラクレースの勝ちだった。なお、この試合で、エウルトスは殺され、あとはエウルトスでなく息子たちの話だとする説もある。エウルトスの息子イーピットスは、約束通り、 イオレイをヘイラクレースに与えるよう主張したが、エウルトスと、その他の息子は、ヘイラクレースが以前に狂気に襲われて我が子を殺した、ことをあつらい、イオレイに、子供ができれば同様に殺人を犯す恐れがあるとして、これを拒んだ。ヘイラクレースは怒ったが、この時は引き下がった。その後、エウボイア島でエウルトスの牛が盗まれる事件が起こった。実は、 アウトリュコスの仕業だったが、エウルトスはヘイラクレースが、休日合戦の払いせにしたことではないかと疑った。息子のイーピトスだけはヘイラクレースを弁護し、ティーユンスにやってきて、盗まれた牛を共に探すように、ヘイラクレースを誘った。ヘイラクレースは、イーピトスを艦隊したが、再び気が狂って、イーピトスを城壁から投げて殺した。このことが原因でヘイラクレースは、病気に取りつかれ、 神託によって、オムパレーの奴隷とされ、エウルトスに、殺人の代価を払うことを命じられた。しかし、エウルトスは受け取りを拒否した。年季の明けたヘイラクレイスは、トロイア、エイリス、ピロスを次々に攻略し、エウルトスへの復讐のためにオイカリアをも襲った。この時、アルカディア人、トラーキースのメイリース人、エピクネーミスのロクリス人が、ヘイラクレイスの味方をし、 エウルトスと息子たちは皆殺され、イオレイは捕虜となった。イオレイのことを知ったヘイラクレースの妻デイアネイラは、ネッソスの血を塗った下着をヘイラクレースに送った。これにより、ヘイラクレースは最後を迎えることになる。ホメーロスの女ジ師ジ、オデュッセイアーでは、エウルトスはアポローンから弓の技を授けられたが、アポローンと競って殺されたとされる。また、 エウルトスが持っていた弓は、もともとアポローンから譲られたものとも言われ、息子のイーピトスが受け継いだ。イーピトスが盗まれた馬を探している時に、メッセンレーでオドゥ・ウスと出会い、エウルトスの弓とオドゥッセウスの刀、槍とを交換した。オドゥッセウスは弓を板形に持ち帰り、トロイア戦争に出陣した時には館に残していった。オドゥッセウスの留守中、妻、 ペーネロペーへの求婚者が大聖官に集まった。密かに帰還したオデュッセウスは、彼らを相当するために一計を案じ、これにエウルトスの弓が重要な役割を果たす。ヒッポコーンの息子の一人、兄弟にドルクレウス、スカヨス、エナロポロス、エウテーケース、プーコロス、リュカイトス、テブロス、ヒッポトース、ヒッポコリュステース、アルキコース、アルコーン、 ヒッポコー,オーンは息子たちと共に、兄弟のティウンダレオス、イーカリオスを追放して、ラケダイモーン、スパルタの別称の王となった。ヘイラクレースが、エイリス遠征に続いて、ピュロスを攻略したとき、ヒッポコー,オーンと息子たちは、ピュロスのネーレウスに味方した。また、ヒッポコー,オーンの息子たちがリキムニオスの息子を殺したため、ヘイラクレースによって復讐され、全員が殺された。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。